ありますね。それにしてもいいコースっすね。この日のために頑張ってきたいんで。だな。私失敗が怖くて前に踏み出せなかったんです。でもこのままいろんなこと諦めて平坦な道を行くの本当に幸せなのかなって。俺だけやもん夢の途中は。私このイベントやって新しい夢見つけてもらった。夏雲長い坂の上揺らめく。夢はサイクリングと一緒やな。追い越したと思ったらその先に道が続いとる。その先にはどんな景色が待っとやろな。知ってほしい場所まだまだたくさんあるな。この橋を自転車で思いっきり走れたら気持ちいいんだろうなって。干したらこの海をぐるっと巡るコースもできるし。俺の誇りはこの海やけんな。よっしゃ、夢は立ち止まってたら逃げてしまう。走ろう。よし。